新年明けましておめでとうございます。昨年は12月の実況が途中、手前勝手な諸事情により頓挫してしまい、大変申し訳ございませんでした。収録、特に録音がうまくいかなかったり、年の瀬で寒くて活動が鈍くなる割にやらなければならないことに追われたりと、都合のいい言い訳はできますが、本当に申し訳ございませんでした。今後はあまりペースを上げて投稿すると萎えてしまうので、ほどほどに実況するようにして、また編集が重荷にならないように収録のストックをあまり増やさずに、収録を一つやったら編集、そして投稿と地道に続けていけたらと思います。今年もよろしくお願いいたします。さて、今回年始めですので、新たなゲームにチャレンジします。今までやってたゲームはと不安になるかもしれませんが、そのうち多分やります。新しいゲームとはいえ、タイトルからすでにお察しの通り続編です。共愛ボーイズラブノベルゲーム夢みどり、俺が最初に実況させていただいたゲームの隠しルートグッドエンドゴーを舞台とした短編ゲームです。前作をプレイしたのは昨年の3月頃、 YouTube に初めて投稿したゲーム実況で至らぬ点が多かったと思います。まだまだ未熟な点もありますが、よろしくお願いいたします。それではスタートと、その前に、これはまあ後日談ということですので、前作をプレイされていない方は先にそのプレイ、あのゲームをプレイしていただくなり、俺の実況を見ていただくなりした方が話には入りやすいのかなと思います。よろしくお願いいたします。この物語はフィクションです。で、 R15 推奨だったような気がいたします。未プレイ未クリアの方はご注意ください。 あとヤンデレではないらしいです。この馴染みのあるマンション、時間だな。全員揃ったか。ゆういち、まことのお兄さんですね。はい、一番病んでた人だね。全部で何人だっけ。あ、これは図書委員長ですね。7人です。 He, who, me、 ここにいるのは6人か。誰か1人遅れてるというわけですか。もう来てないの誰なんですか。小野寺くんです。置いていくか。まあ、あいつだと思うな、やっぱり。なあ、間に合った。遅い、言い出しっぺが遅刻してどうするんだ。悪い、ちょっと忘れ物しちまって。ったく、夏休みも半分を過ぎたこの日、俺たちは朝早くから荷物を持って集合していた。発端は夏季講習の最終日のこと。水沢、キャンプ行こうぜ、キャンプ。帰宅しようと教科書をまとめていると、真夏の太陽より暑苦しい男、笠原が突然そんなことを言い出した。キャンプって、なんだよ、いきなり。よく考えてみろ、水沢。夏休みだってのに、勉強。高校生活最後の夏休みがこれでいいのか？いや、よくない。しょうがないだろ、受験生なんだし。そう反論してみるものの、笠原の言うことには俺も内心同意していた。夏季講習に課題に受験勉強に、せっかくの夏休みだというのに机にかじりついてばかり。彼女の一人ぐらい欲しいよね。仕方のないことだとはいえ、正直うんざりだ。しかしここは男子校、まあ一泊くらいなら。お、マジでか、行くんだな。やっぱやめたはなしだからな。言わない。懸念があるとすれば兄貴だが、去年の出来事以来、あの過保護っぷりもかなり落ち着いている。まあ、去年の出来事が凄まじかったからね、特に兄貴がね。前回の模試の結果も悪くなかったし、一泊二日の息抜きくらいなら許可してくれるだろう。あ、そしたら一緒に同行することになったのか。じゃあ他のやつも誘ってこようぜ。赤木とヨシアと、あと暇そうなやつ。黒峰は？お、黒峰にも声かけっか。水沢も呼びたいやついんなら連れてこいよ。
図書委員の連中とかさ。いいのか？こういうのは人数いた方が楽しいじゃん。わかった。じゃあ何人か誘ってみる。親しくない人間と泊まりで遊ぶなんて俺なら絶対にごめんだが、笠原は気にしないらしい。ま、笠原ならあっという間に打ち解けてしまうだろう。だって笠原だし。小野寺と清永先輩も誘ってみよう。声をかける相手を頭の中でリストアップしながら、俺は帰り支度を再開した。そして今に至る。まさか笠原の誘いに乗ってくるのが黒峰だけとはな。まあね、女の子いないしねって受験の壁は高かったぜ。あ、そっちか。あ、進学校だもんね。進学校、受験の壁っていうか黒峰の壁だよな。あ、そういうことか。はい。あ、でもまさか僕にまでお声がかかるとはね。藤村先輩に来ていただいて嬉しい限りですよ。ちょうど藤村先輩が帰省してるって聞いたんで。直接会うのは卒業式以来ですよね。あ、藤村先輩は卒業した後の話か。そうすると誠くんは高校3年生くらいかな。うん、久しぶりだよね。まだ卒業から半年も経っていないなんて信じられないな。話に花が咲きかけたところで兄貴がパンパンと手を叩く。ほらほら、話は向こうについてからでもできるだろう。これで全員揃ったな。ほら誠、車乗りな。やっぱり兄貴も来るんだ。当たり前だろ。未成年だけで泊まりの遠出なんて何かあったらどうするんだ。話には聞いてましたけど本当にすごいですね、先輩のお兄さん。過保護っぷりがね。行くなって言われないだけ前より良くなってるよ。まあまあ、車出してもらえるだけで同じだろ。お世話になります。あ、こちらこそよろしく。人数が多いので2台の車に分かれてキャンプ場に向かう。あ、じゃあもう1台誰が運転するんだ。片方は兄貴の車で、もう片方は清永先輩の車だ。あ、もう免許取ったのかな。先輩も車ありがとうございます。このくらい安いもんだって。卒業してから速攻で免許取った甲斐があったぜ。まあ、誠くんにね、かっこいいところを見せられるというね。うんうん、初心者マークが輝いてるな。それは仕方ねえだろ。にぎやかに騒ぎながらおのおの車に乗り込んでいく。こうしてキャンプが始まった。到着。やってきたのは車で1時間ほどの場所にあるキャンプ場だ。そこそこの広さがあり、いくつかの遊戯場所も備えているらしい。俺たちはテントを張るのではなくコテージを借りる予定だ。コテージを借りるなんてなんかちょっとリッチな感じがするな。水沢先輩、向こうの川で釣りができるみたいですよ。へえ、いろいろあるんだな。釣りもいいけど、ちょっと休んでからにしようぜ。人乗せて運転すんのがこんなに疲れるとは思わなかった。お疲れ様です。事故らなくてよかったね。事故ってたら3時だよね、キャンプ場に行くつもりがって俺は手続きしてくるから先にコテージに行っておいで。あ、じゃあ兄貴の荷物も持っていくよ。ありがとう。管理小屋に消える兄貴を見送り、自分と兄貴2人分の荷物を持って重っ。何が入ってんだこれ。大丈夫か、手伝ってやろうか。いえ、大丈夫です。清永先輩の申し出はありがたいが、彼はすでに人数分の食材が入ったクーラーボックスを抱えている。運転で疲れていると言っていたし、さらに荷物を追加してしまうのは気が引けた。あ、そういう時の黒峰じゃないですか。体大きいし。でも重い。なんで兄貴はあんなに涼しい顔で持っていられたんだ。あ、そりゃね、なんか裏話によるとね、筋トレすごいしてるらしいしね誠くんを守るために。うわっ、ちんたらしてんじゃね。行くぞ。孫ついていると黒峰にひったくるように兄貴の荷物を奪われた。
もたつく俺にイラついているように見えるが、これは黒峰の気遣いだ。黒峰との付き合いも1年が過ぎるとこうした分かりにくい優しさにも気づくようになってきた。ありがとう黒峰。この舌打ちはどういたしましての代わりだな。水沢先輩、猛獣使いみたいだ。余計な一言言うな。あ？ひぃあ、これは本気で怒っているな。のんきに分析してねえで止めてやれ。ああ、ごめん。黒峰、ね、落ち着いて。クソが！マジで猛獣使いだな。荷物を持ってコテージへ向かう。木々に囲まれているせいか空気がきれいだ。風が吹くたびに木の葉が爽やかな音を立てていた。キャンプに来るのって小学生以来です。俺も。中学入ると親と出かけんのも少なくなるよな。どこもそんなもんじゃないか。黒峰は覚えてね。あ、そっか、両親に突き放されて育ったようなもんだもんね。家政婦さんに料理作ってもらったんだもんね。うちは部活の合宿があったから家族とキャンプまで行こうとは思わなかったな。体育会系って大変ですね。それにしても人が多いね。藤村先輩の言葉に辺りを見回す。確かにあちこちに人の姿が見えた。リア充してんの。シーズンですからね。これだけいるとばったり知り合いに出くわしたりして。っていうかさ、このゲームの中さ、今の季節と真反対だよね俺。さすがにそれはないでしょう。そういう話してっとマジで合いそうだな。噂をすればってやつっすね。っていうか7人って全員出てきたか覚えてねえな。まあいいや。あ、市川先生。おや、あ、水さん先生まで、師匠のね。え？フラグを立てちゃったから。俺のせいかよ。市川先生もキャンプっすか？っていうか、なんで水沢先生も？市川先生とは家族ぐるみでお付き合いさせていただいててね。いや、偶然だね。笠原、水沢、お前ら受験生だろうが、何遊んでんだ。え、私ですか？人違いです。いや、水沢先生じゃなくて水沢で。あ、くそ、ややこしいな。うぜ。黒峰、あ、そっか、黒峰は高卒だもんね。大学行かないって話だったし。黒峰は騒ぐ俺たちを一別するとスタスタと先に進んでしまう。待てって。おい水沢、行くぞ。え、あ、おう。置いてかないでください。あ、じゃあ俺たちもこれで。お疲れっす。騒がしくてすみません。失礼します。私たち嫌われてるんでしょうか。学生にとって教師なんてそんなもんですよ。まあ学校以外では会いたくないよな。ああ疲れた。がっくりと脱力する。駆け足でコテージに着いた頃には全身が疲労感に包まれていた。しかしまさか市川がいるとはな。家族サービス中だったのかも。向こうもびっくりしたでしょうね。ったく、学校でもないのに先行に会うなんざ冗談じゃねえ。まだ誰かいたりして。フラグ禁止。あ、そういえば菊池先生がいないな、まだ。とにかく中に入ろうか。鍵は誰が持ってるの？兄貴が手続きしてくるって言ってたんで受け取ってるはずです。もうすぐ来ると思うんだけど。来た道を振り返るが、まだ兄貴の姿はない。若い男女のグループが賑やかに声を上げながら歩いているのが見えるだけだ。
雰囲気からして大学生だろうか。そのうちの一人、背の高い男が俺たちを見て足を止めた。まさかの？あ、え？だからフラグ禁止っつっただろ？俺のせいじゃないですよ。君たちも来てたんだ。偶然だね。本当ですね。僕も大学時代のサークルメンバーで遊びに来たんだよ。ぼっちじゃなかったんだ、菊池先生も。それぞれが自分の知り合いを誘ってきてるから、サークル以外の人も結構いるけど。ああ、それで、通りで人数が多いと思った。ざっと数えても20人近い大所帯だ。彼らは立ち止まった菊池先生を置いて、少し離れたコテージに向かっていく。チラチラとこちらを気にする人もいるが、先生が手を振るとそのまま行ってしまった。じゃあ、僕はこれで。向こうのコテージに泊まってるから、もし何かトラブルがあったらいつでも声をかけてね。未成年だけのようだからね、まだお兄ちゃん来てないしね。ありがとうございます。教師の鏡だ。あれ、黒峰どうしたんだ。明らかに顔色が悪い。こわばった顔で菊池先生の消えた方を睨んでいる。2回連続で教師に出くわしたから機嫌を損ねてしまったのだろうか。なんでいるんだ。さすがに菊池先生までいるとは思わなかったよな。そっちじゃねえ、あいつが、青木が。呼び捨てか、こら。現れた人物に黒峰の顔が引きつった。お、青木さんじゃないっすか。チース。よ、プリンくん。え、プリンくん、なぜ。髪型からプリン。髪の毛のことだな。誰なんですか。対黒峰鎮圧用最終兵器、青木さんだ。いや、対最終兵器って最終兵器って言われてますけど、顔ぐちゃぐちゃにされてましたからね。ぶっ殺すぞ、笠原。ギャー、殺される。青木さん、ヘルプミー。殺すのなんのって言ってる間は大丈夫だよ。ガチでやる気のやつは警告なしで襲ってくっから。アドバイスが怖すぎだろ。修羅の国から来た人かな。青木さんもキャンプですか。ああ、さっきのグループだよ。誰かさんの鶏頭が見えたんで、ちょっとおちょくりじゃなかった、挨拶しにな。さっきのグループってことは、青木さんと菊池先生は同じ大学だったのか。世間は狭いな。じゃあな。おい、黒峰、揉め事起こすのは勝手だけど、俺にだけは迷惑かけんなよ。菊池先生とは真逆の言葉を残して青木さんは去っていった。なんか無駄に疲れたな。ですね。お待たせってどうしたんだ。どんよりうなだれていると兄貴が追いついてきた。なんでもない、手続き。ありがとう。どういたしまして。鍵受け取ってきたから中に入ろうかと。今回はちょっと長くなったけれども、このあたりで終わりにしたいと思います。短編ゲームなのでそこまで回数は伸びないとは思うんですが、続きもお楽しみに。じゃあのー。